前回の龍が如くセブン。誰だてめえ。なんだ泥棒か。俺だよ俺。あたちさん。クビになったよ警察。あらら。え。おっとここのイベントからこういう感じなのか。じゃあさっさとハローワークに行くぞ勇者よ。今の勇者様のパーティー。おいどうだったお前ら。ダメだ今日も仕事にやりつけなかった。俺もさ畜生。あらマーツもそうだったけど、ここって結構荒々しいやつが多いな。仕方ねえよ、今のご時世、そう簡単に仕事は見つからねえ。まあ、俺たちは腐らず、気長に構えようぜ。なんだ？もしかしてあいつ、足立じゃねえのか？本当だ、足立だ。足立さんのお友達？いや。さあ、知らねえ顔だ。なんだと？ざけんじゃねえ、俺たちはお前に人生をめちゃくちゃにするんだ。さてお前ら、俺に逮捕された口か？偉人町一の窃盗団、浜のピンクパンサーを忘れたとは言わせねえぜ。なんだ？ああ、そういや、昔そんな奴らを捕まえた覚えがあるな。でももう20年以上前だぞ。てめえのせいで俺ら前科持ちになっちまったんだ。おかげで仕事も見つからねえ。どう責任取るってんだ。待てよ。ちょ、待てよ。前科がついたのは私のせいじゃねえだろ。え？お前らも刑事か？知恵よ。俺たちは即探しに来ただけだ。おう。この奴らかまずとっとと行こうぜ。おっとおいちょ待てよアダチ、なんでお前まで職探してんだ。そりゃ警察を辞めたからに決まってんだろ。警察を辞めたってことはもう逮捕はできねえってことだよな。俺たちがどんなにお前を殴ろうと横浜は嘘そうだな。おいおい俺参りかよ。んな元気があるなら職探しを頑張れよ。うるせえこいつら3人とも袋叩きにしめ。やさぐれた男たち。どうもこんにちはあたりです。はい、オートバトルモードが選択できるようになりました。ほう俺の番ね。あなるほどね、ありがとうございます。はい、というわけで、龍が如く7プレイ実況続きです。今回は食案にやってまいりましたね。よし、あっちから片付けるか。逃げるな。ああ、追いつけちゃった。まあいいや、倒せた。よし、行くぜ。これな。やってみろよ。勇者の亡霊。勇者が持つ戦いのオーラで味方全体の攻撃力を上げる。春日が情熱的であるほど効果が増す。カリスマな説得。あ、これあれか。相手持つやつか。よし、行くぜ。今のうち。せーの。あ外したんだが。いた。はや。よいしょいっけい。俺の番だな。行くぞ。よいしょ。よいしょ。はい。行くぞ。あ、今。あ、盗まれた。食べかけ弁当盗まれた。でも倒せばすぐ取り返せる。食べかけだ。まあ、食べかけだからね。強くなった気がするぜ。一つ上の男。レベルだ。一つ上の男。くそ、いつか借り返してやるからな。覚えてやがれ。怖くとじゃん。剣道事件も話しさせやする。しかし、相手の顔も覚えてねえくらいたくさんパクってきたんだな、足立さん。まあ、昔の話だよ。ただ、警察にいる間はこんな絡まれ方しなかったんだけどな。これからはこういうことも増えるのかね。マジかよ、俺あんたと行動するの嫌なんだけど。どんなに束になってかかってこようが帰るしにしてやるよ。さあ、あやとこハロワに行こうぜ。というわけで、今回はこのハローワークで職を探すところから始まります。前回はね、職ではなく、なんていうでしょう、一時的なアルバイトだったんで。次、68番の方。はい。春
塚一番、42歳です。体力には自信あります。住所もあります。よろしくお願いします。まあそう気張らずに頭を上げて。え？あんた、掃除のちょん？よう。おお、君は確かスナックのアルバイトを紹介したホームレスな。そうか、住む場所が見つかったのか。ありがとうよ。あの時おっちゃんからバイトを紹介してもらったおかげだよ。そりゃよかった。ところで、なんでそんなとこ座ってんだ？なぜって、そりゃこっちが本職だからね。人長職業安定所、所長。え？所長。あんた、いや、あなたはここの所長さんだったんですね。所長さんよ、割のいい仕事を都合してくれねえか。へえ。おう、仲間が増えたのか。おう、パーティーが増えて3人になったんだ。パーティー。春日君はゲームが好きなのかい。ああ、特にドラクエが好きだよ。ドラクエか、ドラクエはいいよな、私も好きだよ。さて、じゃあ君たち勇者一行が何人ジョブチェンジできるか見定めるとするかね。何卒ご贔屓に。言っておくが、前回君たちに手心を加えたのは特例だよ。若いホームレスが自立できるかどうかテストしたくてな。だが自立した以上、ここから先はここのルールに従って仕事を斡旋する。ん？ルール？簡単さ、君たちの実力や経験を見て判断するってだけだ。ドラクエだってそいつのレベルとか適性で何転職できるか変わったりするだろ。それと同じ、人生ってのは RPG と結構似てるんだよ。なるほどな。で、俺らの実力で経験でチェンジできるジョブってのは、刑務所帰りにホームレスに懲戒免職されたばかりの警察官。今の段階で君たちに斡旋できる求人はこれだけだね。乙姫ランド特殊浴場ってことは、ああソープランドっつうことか。ねえ、ちょっと待ってくれよ。この二人わかるが、彼にも俺は元警察だぞ。足立さんは履歴書によるとずっと独り者だよね。それが何か。その年まで清廉潔白に独り者を貫けるほど女性受けが良かったようには思えないか。え、なんだって。いや、まあ客として行ったことくらいはあるけどよ。とにかく今の君たちに必要なのは職歴だ。それに特殊浴場だからといってそんなに甘く見ちゃいけない。ここの店長さんは癖の強い人だからね。採用されるかどうかは君たち次第だ。頑張りたまえよ。オーケー、バシッと面接決めてくるぜ。あ、ここはあれだね、真剣ゼミでやったとこだね。そうだな、じゃあもう行くか。行きます、飛びます。水木さん、終了時間過ぎてるけど。うん、所属してる女の子たちがかわいすぎるんだよな。はい、フロント、お湯の出が悪い。お客さん変わるたびに風呂のお湯入れ替えないですかってよ。え、汚い。入浴剤とかでごまかしてよ。うん、洗面台の奥にあるやつ。はい。乙姫ランドでございます。なんだ、なのはちゃん。ああ、そう、休むってこと。で、君確か先々週も生理だったよね。そんなに休まれちゃ困るんだよ。一度病院行って検査受けてお薬でももらってくれば。生理不順なのか何なのか知らないけど、そんなに休んでたら親父さんの施設代払えなくなっちゃうんじゃないの。え、早く死んでくれれば楽なんだろうけど、まだまだ生きてそうなんでしょ。ん？泣いてんの？やめてよ。うちは人生相談所じゃないんだからさ。はい、じゃあまた。あ、体調良くなったらすぐ出勤してよ。はい、じゃあ。ああ、たくやってらんないね、最近の子は。はいはい、求人の方ね。お待たせしましたね。ダメだ、悪いが俺ここじゃ働けねえわ。同感だな、胸くそ悪すぎる。お前もそうだろ。
ん？なんだあんたら喧嘩売るためにやってきたのか？え？ハロワの親父からは何とか雇ってもらえないかって言われてたんだな。何でもやる根性のある連中だからってさ。あのおっさんが何でもやるって言ったってこっちにも選ぶ権利はある。まああの神戸って所長には申し訳ないがやめとこう。世の中他にも仕事はたくさんある。行こうぜ春日。おい一番、何やってんだ。早く行こうぜ。さっきの電話聞いてただろう。俺もいろんな風俗店にガサで入ったり客として通ったりしてきたが、こいつはクズ中のクズだ。なんだ暴力か。ケツ持ち呼ぶぞ。ケツ持ち。うちのケツ持ちは清流会だ。あら、泣く子も黙る横浜清流会だ。それでもいいのか。横浜流星会。ここは清流会の島だったか。厄介なことになりそうだな。おい春日、さっさとずらがるぞ。あ、背景の可愛い女の子たちが気になりすぎるんだな。 なんだお前、本当に清流会呼ぶぞ。それでもいいの。あん、働かせてくださいや店長。あ、何言ってんだお前。見た感じ店員さんが誰もいなくてお困りなんでしょう。こう見えても俺16年くらいこの業界にいたんでね、何でもやりますよ。なんなら街でキャストのスカウトもやります。どうでしょう。とは言っても他の方たちが。あ、出た。イリン長から撤退せよ。ブリーチジャパンじゃ ん。ここまでが体験版だったね。なんだあの音。あ、ブリーチジャパンって嫌な団体だ。またかよ。この間のあの連中か。ここんとこ連日ああやって店前で凱旋活動しやがってな。うちを狙い撃ちしやがっていい迷惑だよ。狙い撃ち？この風俗店だけよ。おう、うちの店はこの辺りで入浴料いくらって看板出してる最後の店だ。他の店はみんなメンズエステとか泡マッサージとか別の名目で商売してる。でもそういう店だとブリーチジャパンの連中もクレームしづらいんだろう。だから堂々とソープランドやってるうちを狙って活動してやがる。うちをまず潰してそこから雪崩式にこの辺の風俗店を一掃しようって魂胆だ。厄介な連中に目をつけられたもんさ。ケツ持ちを守ってくれねえのか。毎日の清流会に泣きついては見たよ。でもあいつらは何のかの理由つけて騒ぎが収まった頃にちょろっと来ただけ。何せブリッジジャパンは正義に燃える仇の衆で暴対法なんかにも詳しいんだから、ヤクザにすりゃ一番めんどくさい相手なんだろうよ。まあヤクザの道理っちゃ道理だな。営業妨害で警察に訴えてもダメ、ケツ持ちのヤクザに頼んでもダメ。店員はブリッジジャパンに目がつけられてない新業態にくら替え。真相だよ。へえ、だから従業員不足なのか。でも不思議だな、店員はいなくても店は営業できてんだから女の子はいるんだろ。ブリッジジャパンの嫌がらせもあり、何よりあんたの大変な扱いっぷりなら女の子だってやめていきそうなもんだが。分かってないな風俗のことが。うちに来るような女の子ってのはもう崖っぷちなのさ。うちの女の子は日本人だけだ。ああ、なるほどね。僕もあまり詳しくはないけども、結構やっぱり見たような名前の子たちが、うん。でも日本人といっても強制送還されて帰れる故郷すらない外国人みたいな子ばっかりなんだ。故郷を共にする仲間も頼る人間もいない子たちってことか。単純に金が欲しくて働いてるんだと思ってたけどな。うん。もちろん単純な金目当てでこの世界に来る人間も多くいるさ。だがそういう奴らに限って商売の大変さが分かっちゃいない。ちょっと厳しく当たればすぐやめちまう。だから俺は後ろに一歩も下がれない崖っぷちの事情を持った女だけを採用する。そういう女は必死で働く。それが店の経営を安定させるのさ。それが俺の経営哲学だ。おい、何が哲学だ。弱みにつくくんでるだけだろ。正真正銘のクズだなあんた。何とでも言え。でもな、性欲ってのは飯より厄介な欲求だ。
耐えようと思っても耐えられない。しかも食えりゃ何でもいいってもんでもない。うまい女がいる限り客は何があっても食いに来続ける、そういうもんだ。どう出る一番なあ。じゃあ店長、とりあえずあいつを追っ払ったら俺ら3人雇ってもらえますかね。おい、ガスが、お前まだ入ってるのか。この男の本性はもう十分分かっただろ。あいつは浜子さんたちが一度ブリッジジャパンに潰された方が世のため人のため。うるせえ、俺ら働きて。やる以上はきっちりやるぜ。どうなんだ店長、雇ってくれるのか。いいだろう。日本では売春が禁止されているにもかかわらず、ここでは白昼堂々と売春が行われています。まだやってんのか。えよ、相変わらず精が出るなあんちゃん。えあ、お前らこの間の、なんでここに。ま、今日からここの従業員になったんでな。ほう、従業員にね。皆さんよく見てください、これが売春を管理している従業員です。違法行為に加担するものです。違法行為に加担する、だってだったらなんで俺たちは逮捕されねえんだ。それはソープランドが公衆浴場として届けていることで法の目をかいくぐってるからだろう。皆さん、これこそ日本の闇、グレーゾーンです。全てのグレーを漂白、ブリーチングしましょう。そういうお前は本当に漂白された純白の身なのか、一度も法を犯したことがないのか、はい、当たり前でしょ。法を遵守するのは法治国家に生きる者としての義務です。タッションくらいしたことあるだろう。あれだって立派な軽犯罪だぜ。いえ、生まれてこの方一度もありません。本当かよ。そんなら車のスピード違反は、誰だって急いだら少しくらいオーバーするだろう。断じてありません。ねえ、嘘つけ。厳密には1キロオーバーでも違反だ。そんくらいオーバーしたことあるんだろう。ありませんね。疑うなら証拠を持ってきてくださいよ。私が法を犯したっていう証拠を。おい、だったらこの状況はどうなんだ。こんだけの人数が車道を占拠して法に触れてねえわけないだろ。これだから無知な人間は困る。今回のデモに際して神奈川県警から交付された許可証です。公道でのデモ行進を許可するか。お分かりになりましたか。我々がこの道路を使用することを天下の警察が認めてるのです。でもお前の立ってるそこ、公道じゃなくてソープの敷地じゃね。ちょっと勢いが余っただけだ。それにこの書類によると参加者は10人ってなってるが、 お前ら10人以上いるだろ。当日になって参加者が増えただけだ。どこのデモでもこんなもんだ。具体的な参加人数なんて当日まで把握しきれない。納得がいかないなら警察に通報してみろ。だけど警察はいちいち人数調べに来るほど暇じゃない。第一、10人が15人になったところで誰に迷惑がかかるわけじゃない。いいところに目がついたじゃねえか春日。そんじゃ俺からも一つこいつらに忠告してやるよ。本来デモ行進ってのは立ち止まってはいけないって決まりがあるんだよ。立ち止まって演説なんか始めたら交通の妨げになるからな。そうならないために行進って手段に限り道路の使用許可が下りる。だからここで立ち止まってるお前らはルール違反ってことだな。厳密にはそうだとしてもどこのデモ活動だって立ち止まって演説くらいしてる。警察もある程度は容認してんだよな。そういうのをなんていうか知ってるか。グレーゾーンって言うんだぜ。皮肉なもんだな。グレーゾーンを糾弾するためにグレーゾーンに頼るなんてよ。みんな歩け、行進だ。違法風俗反対、異人町から撤退せよ。やるなぁ。一人目が春日一番くん42歳、住所ん、ここって浜子さんがやってるあの、よう知ってんの、はい、え、そこの2階に住んでます。店長、浜子さんのこと知ってるんですか。まあ昔少しな、
で、もう一人がナンバーユー、ユーかな、ハルカかな、41歳。ナンバー、ひょっとしてナンバーって本名だったのか。ホームレスは本名を使わないもんだとか脳が汚れたくせによ。うるせえ。でもお前偽名だって信じてたろ。ま、お前は単純だから。なんだって。はいはい。そしてもう一人、足立光一くん。うん、59歳。はい。定年退職まであと2ヶ月。数日前に神奈川県警を懲戒免職されました。はい、了解。いいの？何が？いや、いや、そのあんた、いや店長さん、俺らツッコミどころ満載でしょ。ホームレスと元ヤクザと懲戒免職食らった刑事だぜ。それが何？そんなこと気にしてたらこの町で働きなんか確保できないよ。それにちょうど君らに持ってこいの仕事がある。なんだ？なんだ、いきなり風呂掃除とか嫌だぜ。いや、風呂掃除は半年に一度でな。うーん、それもどう。君らに頼みたい仕事はこれだよ。この子はナノハって言ってな、5年間うちでナンバーワンをキープする稼ぎ頭だ。ナノハってさっき電話で休みたいって言って店長に怒られた子ですよね。うん。あ、そうだ、うん、これがナンバーワンか。いかにも崖っぷちなの。あ、いや、なんでもないっす。さっきも言っただろ、可愛いだけで若い子なんて人気続かないんだよ。ソークプの肝はサービスと愛情だ。情の深さが客を虜にする。情か、それはなんとなくわかる気がするけどな。男ってのは寂しい気もんなんだ。外じゃ威勢よく振る舞ってるやつも本性をさらけ出したい時がある。女の情の深さってのはその子が背負ってるものの重さと比例するもんだ。菜の葉には体が不自由になった高齢の親父さんがいてな、その介護費を稼ぐため大企業の一般職を辞めてこの世界に入ってきた。バイトするでもなく仕事すっぽり辞めて風俗か。根性あるな。うん。だから菜の葉の仕事にかける情熱はすごい。どんな客が来ようが精一杯サービスする。全ては愛する親父さんのためにね。ところがだ、ちょっと前から何かと理由をつけては店を休みになっちまってね。うん。こんなことは以前はなかったんだかな。ブリーチジャパンといい、菜の葉の欠勤といい、ここのとこ店の売り上げは激減だ。そこで君らに一肌脱いでもらいたい。え、脱ぐってまさか俺らに客の相手を。うん、バグ、菜の葉の欠勤の理由を調べた話だよ。理由なら本人がセリだって言ってるんでしょ。そんなもん真に受けるわけないじゃない。店を休みがちになる子の理由は限られてる。裏引きってことですか。うん、さすが業界経験者だ。なんだ裏引きって。ああ、店を通さず直接客と会うことさ。本来客が店に来て払った金は店と女の子が分け合うもんだろ。でも直接会えば店の取り分も女の子に全部入る。これにはまると出勤するのがバカらしくなる子が多いんだ。もちろんどこの店でも裏引きは現金、ご法度中のご法度なんだかな。まあどんなに真面目な子でも裏引きで楽をし始めたら止まらない。しかも店に来た客をどんどん裏引き相手にすることだってできる。そうなりゃ本当に死活問題だ。君らには菜の葉の裏引き相手を探してほしい。なあ、もし彼女が本当に裏引きをしてたとして相手を見つけたら、その男が二度と菜の葉に近づかないようにしてくれればいい。手段は問わないから。ヤクザに看護師に刑事、近づかないようにする方法はいくらでも知ってるんでしょ。待った。ああ、ちょっと待ってくださいよ。それこそ清流会に頼むべきじゃん。ケツ持ちは自動車保険と一緒だよ。使いどころを見間違うとこっちの等級が下がっちゃうからね。店で解決できることは店でやった方が安く上がるってもんさ。さすがは店長さんですね。いろいろと心得てる。よし、まず菜の葉さんの家の住所を教えてください。それが菜の葉は最近友達の家を転々としてるみたいで家に戻った様子がない。おい、それじゃ会えないじゃないか。いや、ポケットって喫茶店を見張れば菜の葉に会えるだろう。菜の葉がよく使う喫茶店だ。Wi-Fi が使えて充電もできるからコーヒー一杯で何時間も粘れるんだとさ。じゃあよろしく頼む。彼女が店に復帰した暁には君らにもそれなりのリターンを用意しておくから。なるほどね。結局気軽に使える探偵として雇われただけじゃねえか。しかしあの野々宮って男、いい加減なようできっちり女の裏事情や生活パターンまで掴んでやがる。狙ってやってるとしたらかなりの切れ者だな。とはいえやっぱり人としてはクソだぜ。結局店の利益しか考えてない。いや、そうとも言えねえんだなこれが。あ、一概には言えねえが、ソープって商売はぶっちゃけ女の子の不幸の上で成り立ってるケースが多いもんだ。
つまり借金とか家の事情とかそういう不幸で商売になってるってことか。まあな、女の子はその不幸から抜け出すために頑張って働いて店がそれをサポートする。飲み飲み屋ってあの男確かに口は悪い。でも綺麗事言わねえのはそういうことをちゃんと理解してるんじゃねえのかな。まあいい風に見ればそうかもしれねえが、神室町で一番でかいソープでいろんなクズに囲まれて生まれ生きてきた俺からすりゃ相当愛情があるように見えるんだけどな、あのおっさん。女の子が働く理由も考えずにおべんちゃらを使うだけのやつよりずっと信用できる気がする。そういうもんかね。俺は気が済まねえよ。さっさと裏引きの情報は証拠掴んで金もらうぜ。ああ、でもまだ七穂さんが裏引きしてると決まったわけじゃない。とにかく彼女はよく行くって警察、喫茶店に行ってみようぜ。